あ、焼き鳥最近さ、なんか、彼女とかできなかったの？あ、すいません。一つ疑問なんですけど、それってライキさんに言う意味あります？いや、ごめん、そんなないけど。本当に面白い人ですね。じゃあ言いませんよ、僕。やっぱりそうですよね。ライオンですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、クララやっていくんですけど、昨日ね、濃密選手とね、BO5 をしましたね。それのね、リプを、解説していきたいと思います。で、まずなんですけどね。あと、まあ、これはちょっと相性が良すぎたんで、まあ、一回。で、これも、これかな？これ、負けた試合と、最後の勝った試合、解説していきたいと思います。ということでね、早速、見ていきましょう。なんですけどね、ディガーと、あと、間違え、で、ボムタワーデリバリーポイズンあんま使わずに、なんか序盤は、その、ディガーコウモリ、ウォールブレイカー、ナイト、槍ゴブ、この5枚で回していって、相手のダメージをめっちゃ削るっていう感じですね。で、大型相手とかだと特にこうやって序盤ね、エリアドを取ってウォールブレイカーとかをぶっ刺せるんですね。そうなんで、相手はね、あんまそのラバ展開する隙とかがないので、結構、なんだろう、序盤にリードを取って終盤に逃げ切るみたいな。まあ、そんなイメージのデッキですね。まあ、高回転とか結構大体そうなんですけど。まあ、で、まあ、このデッキはね、ポイズン、デリバリーと、あとボムタワーまであってね。そう、なかなかに、さあさあさあといったところでね、まあこういう感じで手札相手の把握して、このね、ベビドラがないタイミングとか、雪玉がないタイミングで、こうやってね、ティーミングで、やっていくという感じですね。まあこんな感じで、やって、相手がね、この、なんかカードを出してくれると、先にベビドラとか出してくれると、ベビドラがね、なんかにタゲ取った後にやりこぶでつついたりとかできるんですけど、まあ相手もね、なかなか出してこずね、ちゃんとうまく待ってたっすね。で、この辺は、まあ、こんな感じで、槍ゴブとか、コウモリを出して、このナイトとかボムタンにタゲ取らせるんですよ。で、この横からコウモリ殴るっていうのが、まあ、一般的なね、防衛方法と言われています。まあ、ここはね、ミニピニぶっ刺されて、多分折れちゃうんですけど。まあ、俺、その前にも折ってって、まあ、なんで、まあ、別にええかな、みたいなところありますね。まあ、相手が俺のコウモリディガナイトを無視したからこそ、今のね、攻撃は成立したといったところで。まあ、このヌオミチ選手、その、クララリーグでもね、結構活躍していて、大型がね、基本的に得意な選手となっているんでね。まあ、これは負けられねえな、と、いったところでね。まあ、インフェとかだったら、まあ、もうちょっと有利に立ち回れたのかなと思って。そう、ロイホグバンだったんですよ。お互いロイホグバンだったんですね。そう、なんで、ロイホグバン統一で、だったんでね。まあ、ロイフがいないからボムタワーじゃなくてインフィでいいかなと思ったんですけどね。まあ、ちょっといつも使ってんの使おうかなと思って。まあ、そんな感じですね。まあ、これは槍ゴブで、つついて、まあ、さすがに相手雪玉も切っていて、ポイズンはここに打たねえだろうって感じでね。まあ、ディガ拾ってあげて、デリバリーをね、ガシャンと。まあ、メガゴにも当てていくって感じですね。さあさあさあ。で、こういうのはコウモリとかでしばいてから、ディガーからの真ん中ウォールブレイカーですね。まあ、ディガーからの真ん中ウォールブレイカー毎回出してるんですけど、相手に別に、なんだろう、読まれていても、ユニットそこに1枚出すか、施設を出すかで、どうせ、なんだろう、読まれているからといって、なんかされるわけじゃないんですね。そう、結局相手はユニット出さなきゃいけないんでね。相手にバレていても、こうね。そう。で、ボムタワーとかタワーに竹取って後ろからコウモリ。で、続いて、このね、生かしていきって感じですね。ディガー飛ばして、ここからポイズン削りですね。相手が、その、ちょっと、なんだろう、後ろからイモリ気味に来てて、なんかね、ケツラバとかじゃなくて、こうなったら相手は後ろからユニット流して、端前ラバしかないんですよ。そうなんで、このウォールブレイカーとか結構ユニットで攻めてしまうと、逆にね、この、最初の方はいいんですよ。ユニットで攻めた方がいいんですけど、最後の方になってくると、相手の動きを一回待ってから、こういう感じでね、場にユニットがいなくなってからディガーウォールブレイカーって感じでやんないと、相手は無限に後ろからユニット流して端前ラバでワンチャン持っていけちゃうんでね、そう。なんで、まあ、こんな感じでね、有利取りつつ、槍ゴブとかで、ボムタワーで、つついてって感じですね。うん。で、まあ、ここも一回、そう、ベビドラが来ると思ったんで、コウモリ一回温存して、こないと竹取って、後ろからコウモリですね。まあ、これ上手い人がやるやつなんで、まあ、真似してるだけなんですけど、まあ、ええ感じにできますね、割と。うん。まあ、そんな感じで GG といったところでね、まあ、ここは1対1取って、相手にリズム持ってかれなければ、まあ、なんで、本当に攻めすぎなければ。だから相手がユニットを後ろから切るときですね、ベビドラ出してメガゴ出してみたいなときに、ディガーウォールブレイカーとかをやると、そこをディガーをミニペで拾われて、なんか施設、そのウォールブレイカーをゴボウリで拾われて、その4体フィールドにいるときに真ん中からバドーンみたいな。で、そんなことされてユニットを秒とかしされて、みたいな。そう。そんな感じになると負けるんで、まあ、なんだろう、相手が後ろからユニット出したときは、ディガーだけ飛ばしてポイズン削りして、相手の攻撃を一回待つみたいな。まあそんな感じでやるとね、割と負け筋を減らせるのかなと。で、まあこれはまあ相手が雪玉だったってのもあって、ババっていうのもあって、結構ね、
相性が良くて突破できたと。で次ね、このペッカディガポイですね。うん、ペッカディガポイなんかグラチャリに結構12勝してる人が多くて、なんかね、あ、強そうと思ってね、拾ってみた、使っちゃったんですけどいやもうあと一歩ぐらいだったんですけどね、負けちゃいましたね。勝ちたかったな、これ。これ勝ってるワンチャンスレート勝ちで、セット数も違くて優勝できたかもしれないですね。ちょっとね、そう思うと、もう勝てばええと思うっすね。めっちゃデッキこう変えてじっくりやってたんですけど。まあ、あれですね。まあ、そんなこともありって感じで。そう。で、これね、スケドラ下方で、俺、この時に気づいたんですけど、スケドラの 6% 下方でかくて、2発でババ溶かしてたんですよ。そう、スケドラのパンパン。パンパンでちょうどババが消えてたんですけど、今残ってたんですよ。だから多分それもちょっと意識しての 6% なのかなっていうところがありますね。でまあこういうゴボリとかに関してはペッカ工場と同じですけど、まあ後ろからペッカ出して形組んでいくって感じですね。まあここはエリキワンチャンライト打たれっかなと思って、あとはこの引っ張った後にこのスケを出すっていうのがね、結構なんだろう、定番の動きなんで、そうトリトン側からしたらね、まあ俺がトリトンだったらそうするんで、まあそうしたって感じですね。うん、で、まあ、こんな感じで、やっていくんですけど。まあ、だから、高めにトリトン来たら、ペッカが座れる瞬間にタルババすね。うん。それを意識しとけば、まあ、ええ、みたいなとこありますね。まあ、結構意識して、毎回そのスケを消すタルババ出してたんですけど、まあ、このね、ノーミス選手の防衛もうまくて、うん。結構持ってかれちゃったかな、というところでね、見てもらえればと思います。そう。さあさあさあ、という感じで、まあ、ここはね、スケしかないってね、思って、でこういうのを追加していって、まあ、ダメージ取ったんで、このベビドラとかにこうエリキを出しちゃうとトリトンで自陣引っ張られてから、なんだろう、ペッカ、あ、なんだろう、ロイジャイ出されてペッカしかないみたいななっちゃった時にこう引っ張られてね、ワンチャン持ってかれるので、こういうベビドラとか一回無視して相手のエリアと確認して後ろから立ち回るっていうのが大事ですね。そうで、まあここは、まあ、相手がね、端前ロイジャイしてくると、めっちゃ意外だったですね、ここ。うん、でまあエリキで止めつつって感じですね。でも相手ここ、スケがないんで、結構その、もしペッカを引っ張ったとしても、別になんですよね、本当に。そう。なんでまあ、こう、後ろからね、ペッカ出したんですけど、まあ、ちょっといい感じにやられちゃいましたね。まあ、このダメージ受けたのをちょっと見ると、まあ、後ろペッカがちょっと悪手だったのかなって思いますね。ペッカの同サイドに来ないかなと思って、こう、逆サイならまあいいかと思ってね、やってたんですけど、でこの相手のキング起動、超うまいですね。超うまい。ディガー俺が後ろに飛ばしたってか、毎回後ろに飛ばしたんで後ろに飛ばすだろうってところで、逆サイドね、後ろにトリトン出すと、あの位置のディガーキング起動できるんですね。そう。で、相手がもうそれもちゃんと知識として知ってて、まあ、やられたって感じですね。さあさあさあと。いったところで、そう。で、ここのタルババ。これですね、これ。そう。やるんですけど、なかなか刺さらんですね、本当に。で、ここ。俺スケドラ追加しちゃったんですけど、これ良くなかったですね。これが良くなかった。これのせいで負けちまったみたいなとこありますね。ここでうまーくやられて、まあロイこうさ、そうですね、カーントリトン来るんですけど、まあベビドラがいるとやっぱこう引っ張られちゃって、そう、本当はこういうね、スケでタゲを取ってからっていうのがね、定番の動きになるんですけど、そこをね、ベビドラがいることによってスケを出して今みたいに消されちゃうんですよね。そう、まあ、それでペッカが引っ張られてロイジャイがダメージ入ってライトニングっていう、まあ相手もそれをね、理解して、そのなんだろう、ロイジャイベビーからのトリトンっていう形を作ってたんで、うまかったですね相手も。まあそんなところでね、これは負けてしまうといった感じで、ラストいきたいと思います。まあこれね、インフェコカツですね。インフェコカツ対ロイジャイなんですけど、これね、一回待ってください。デッキ見てほしいんですけど、相手がロイライトロイライトってきてロイファイボに変えてるんですね。まあこれは意図としては多分そのまあロイフがバンだったんですけど、俺が逆に相手がライトニングだから、多分ババとかそういうなんだろう、まあババ小屋とか、まあそういうライトニングが刺さんない系のデッキで来るって多分予想しての多分ファイボだと思うんですね。うん、まあ、ロイホがないから5来ない読みのババ読みの5みたいな、そんな感じだと思うんで。俺も、まあ、連投ワンチャンあるなと思ってたんですけど、まあ、それで、なんだろう、ロケにすることによって、形をさっきみたいにガッツリ組まれてもロケ防衛できるし、1000ぐらいまで削ったらね、ウッドロケウッド、あ、じゃあ、ロケウッドロケで、まあ、1000ぐらい削れるんで、まあ、ロケにしちゃえば、これ勝てるやんって思ってロケにしましたね。うん。って感じで、まあ、若干立ち回りは変わるんですけど、箱よりも。まあ、デリバリーにしないことによって、がっつり組んできた時とか、相手がガイモしてきた時は、後ろのユニットに合わせてロケットが打てるんですけど、その細かい攻めですね。まあ、例えば、ベビドラの、ミリ残りのベビドラの前に、タルババをつけるとか、まあ、そういう攻めをされた時に、こう、デリバリーがね、めっちゃちょうどいい、最高にちょうどいい受けだったんですけど、そういうのが、まあ、ちょっと大変になる
っていう感じですね。そう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 。とかまあ単体ベビドルとか単体トリトンの受けがちょっと大変になるっていう、まあ、こういうところも結構デリバリーだったらねデリバリー落とすだけなんですけど、こう2回受けできる位置にスケを出してから吹き矢みたいなでタワーでちょっと強要するみたいなね、まあ、こんな動きをするのがまあちょっと大変かなみたいな感じですね。まあ言うてですけど、さあ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 そういう感じで、まあ吹き矢が4発入る、こう美味しいですね。でも俺インフェなんで、まあこれ別に来てもどうせ2倍入るまでだったらまあどうなっても無理だなっていう、相手の攻撃絶対通らないんで、うん、こう5打たれてもね全然絶対入んないんで、そうそうそう、まあこんな感じで出してあげて、まあ、スケドラという感じで、まあこの形地味になるですね。スケドラが先行して、エレキとか出すにもナイトがいてちょっと邪魔っていう感じなんでね、まあ、相手のこの施設受けもまあ無難に A といったところでね、まあこれは吹き矢でかな、吹き矢で受けてからバレる、バレルしない。あ、これだ、ウッドだ。隙読みのウッドしたんですけど、トリトンが出てきましたね。うん。で、まあ、ここもし来ても、まあ、インフェからの隙でええかなって感じですね。そう。なんでね、まあ、相手も、そんな来れないですね、ここも。で、まあ、ナイトで受けてあげて、まあ、バレル。暇つぶしのバレルっすね、多分。あれ打たない。打たず。打たずです。まあ、結局、隙、あれがあるからって感じですね、タルババ。でここはバレルで手札回してから吹き矢でもう一回タワーでね、あの一発二発ベビドラを強要していくって感じですね。まあ、これをなんだろう、ちゃんと吹き矢で受けないでタワーで強要することによって今みたいにね、ファイブを引き出したりして若干ネイリアドが取れるんですね。そう。なんで、こういう細かいところもちゃんと吹き矢に打たせないとかのも大事ですね。で、まあ俺は1000まで削ればほぼ勝ちみたいな感じなんで、うん。まあ、こう飛ばしていき、ここ見てください、俺のゲロミスポイント。これロケ打つんですよ。あ、美味しいと思ってロケ打ったら、あれ、ベビドラ動くなぁ、つってこう、あれ、ベビドラみたいな感じになっちゃったんですか。まあまあまあ、ギリセーフといったところでね。そう、ナイト。来て、まあ、ここはね、一回、スケバレだけだっけな確か。あ、ない、先に、やっぱ防衛ですね。まあ、えぐい、あの、ロキを外したことによって、あのベビドラに対して、この、吹き矢と、どっちもね、裂かなきゃいけなかったんで。まあ、ここはね、スケに最速で打ってあげて、まあ、相手はね、突破できないぞ、という形ですね。で、まあ、ここは、俺が先置きインフェした理由は、ここにあって、2体目ロイに対して2周目インフェを回すっていうところですね。まあ、それを先置きインフェしないで、相手の結ロイが端前に渡ったタイミングでインフェ出したら、もっとその、1回目のロケ、なんだろう、じゃあ、ロイジャイか、は盤石に守れるんですけど、2回目のロイジャイ出された時に、結構その、苦しいんですよ。施設がない時に、相手がね、その吹き矢とかに5打ってきて、めっちゃ大ダメージ食らっちゃったりするんでね。そう。で、まあそんな感じでね、まあ相手は今タルババがないんでね。で、これ後ろにスケ来ると思ったんでね、前に、飛ばしたら、まああの、超がっつり入るっていうね。で、まあここで、あー、ロケ圏内です、ありがとうございますって感じでロケ打って、まあ、この時間稼ぎ打って、まあ、磨いてじじいという感じで、結構ね、これはうまく立ち回りましたね。まあ、多分ロケじゃなかったら、結構俺ロケで今回2発って800、これ、なんか432だっけ確か。なんで、まあ、864削ってるんですよ、ロケで。まあ、枯渇ってこのデッキ強いんですけど、最後の削りがね、あんまうまくいかなくて、あとね、このロケがなかったら逆サイに振らなきゃいけないんですよ。そう。まあ、なんですけど、ロケだったら、片方サイド削って、そのロケだけでね、バーンって行くっていうのができるんで、まあ、片方サイドしか攻撃しなかったんですけど、あえてね、そう。まあ、こっちの箱型だったら逆サイにもね、ちゃんと振らなきゃいけないといったところでね、まあ、そこら辺で結構、ま、大変にはなるんですけど、まあ、ロケ作業がめちゃくちゃ良かったですね。うん。まあ、そんな感じで、今日の動画はね、こんな感じなんですけど、まあ、一回こう、大会とかも終わって、まあ、やっと、オフシーズンが来たの、結構なんかコン詰めて練習したんですよ。みんななんか、こう、練習のこんくらいやるみたいな。みんなでこう話して、ノルマとか決めてたんですけど、なんかね、これ3週間やってたんですよ。で、オフシーズン入って、速攻でこの、始まってこのイベントが。で、どうするっていう、どのくらいのやつやるか、やっぱ優勝っしょみたいになって、めっちゃそのやってたんですよ。で、こう2週間終わったあたりで、あれ？やりすぎたみたいになって、そう。まあ、そのおかげでもあってね、2v2 がぶっちぎりの成績残せたんですけど、まあ、ちょっと、
あのちゃんとしっかりめに休憩したいなって。オフシーズンね、オフシーズン別にオフシーズン休めるからっていう感じで俺らもクララリーグファーストシーズンですね、めっちゃあの超まあやって、まあどこのチームもそうだと思うんですけど超やってたんですけど、今回の3週間めっちゃガチでやってたから、あのやべえ俺らオフシーズン終わっちゃうよって感じなんでね、あのこっからも緩めにやっていきたいと思います。ってことでね、俺明日ね、そう明日聞いてください、釣り行くんですよ、釣り行くんですけどね、その動画をねこう収めて編集してね、この俺のチャンネルにね上げたいと思うんで、ね、ぜひあの楽しみに待ってもらえればと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、次の動画で会いましょう。ということで、もしよければな、高評価、チャンネル登録とあとコメントの方もよろしくお願いします。ということで終わります。バイバイ。